このままいただいてみようかな。柔らかくてね、箸で持ったら落ちそう。ソースをつけて、あくあく、おいしい。見てトロ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 やな。でもじゃがいもがホクホクしてね、めちゃくちゃおいしい素朴な味です。皆さんこんにちは、トッキーチャンネルのさとみんです。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。トッキーチャンネルでは広島の美味しいを中心にお届けしております。ぜひチャンネル登録、そしていいねもお待ちしております。ということで本日私は南区の青崎町にやってきております。でこの辺りにですね、美味しい天ぷら定食が食べたいならここアットホーム感満載の絶品天ぷら屋さんがあるということです。なんか天ぷらのみのお店なんかな、うん、まあ、天ぷらとフライト、あ、フライ系に特化したお店ということでね、もうこの辺りでは超人気店みたいです。で場所が青崎消防署、消防署があって、そのすぐ斜め向かい、近くには広島市信用金庫とかもあってね、うん、すぐ分かりやすい場所になります。こちらのお店です。てんやわんやさん、てんやわんやさんいい感じよ。天ぷらの天に天ぷらコロッケ、素敵なお店がね、提灯がついとって。なんか以前トッキーが一人でそのパターン多いね最近うん、お邪魔したお店なんよね。そうそう、でその時にね、もうめちゃくちゃ美味しくて、もうぜひね、さとみも一緒に今度行こうっていうことなので今回来てみました。メニューがこんな感じで、なるほど、全部揚げ物系だね。天ぷら定食コロッケ、前来た時何食べたの？上天丼とはちょっと覚えてない。あ、そう、上天丼がね、めっちゃ人気って書いてあった。あとね、とんかつ定食とかだったかな、うん、すごい大きくて美味しそうだったよ。営業時間がお昼が11時半から2時まで、で夕方が5時から9時までやってらっしゃるんだって。結構長いね、時間、うん、で駐車場がお店の裏手に3台ほどあります。もし埋まってたらね、近隣に駐車場はたくさんありますので、そちらをご利用ください。ということでお邪魔します。あのお席はね、テーブル席なくって、カウンター席が10席程度かな。ね、お席座ってるんですけど、オープン早々ね、もうお客さんがたくさん来られて、もうほぼほぼ満席状態なので、ね、お昼時は外された方がいいかもしれないです。なんとね、中古アレンジから衣をね、つけられて揚げられています。見て、なんか置いてある茶碗蒸しみたいな、なんだろう、でも、つくだ煮、なんか本土の佃煮、え、これ食べてもいい、うん、え、やった、佃煮好き、ちょっといただいてみよう。美味しそう。850円、美味しそうなコロッケ。
材がたくさんついてます。そしてこのもの、お味噌汁、そしてご飯を、はい、コロッケ定食いただきます。このままいただいてみようかな。柔らかくてね、箸で持ったら落ちそう。ソースをつけて、あ、クラク、おいしい、見てトロトロ、トロトロや。でもジャガイモがホクホクしてね、めちゃくちゃ美味しい素朴な味です。ご飯もたっぷり、うん、ご飯も炊き加減絶妙。あ、さっきの佃煮は、あ、そうだ、さっき取ったこの昆布の佃煮もいただいています。あ、美味しい。この昆布と鰹節がしっかり効いとって、ご飯のお供になりますね。ご飯にのせたらなんぼでも食べれそう。味噌汁ね、それもしっかりと手作りのわかめのお味噌汁、うん、優しいお味です。というかこのコロッケめちゃくちゃ絶品。あ、もうお肉屋さんのコロッケみたいな感じでね、うん、もう手作りコロッケ、もう一回食べたらね、また食べたくなるような味です。はい、さ、今日のサービスランチ950円です。しっかり大きいカツです。てんやまん屋さん、いただきます。わー、これまたボリュームがすごいね。これで950円やばい、うん、サービスランチじゃけんね、お得よね。素晴らしい、つけ、あー、うまい、サクサクだ。だってさっき衣つけよっちゃったもん、うん、めちゃくちゃうまい、ジューシー、ね、めちゃくちゃジューシー。あー、油がうまい、ご飯が合うし、これだけでお腹いっぱいなの、うん、おすすめです。こちらがどんどん500円、もりもりで、うわー、すごい、いろんなものが入ってます。はい、上天丼いただきます。すごい、ほら種類が、しいたけ、でっかいしいたけ、キスかな、キス、玉ねぎ、ナス、わ、エビ2本、エビ2本も入ってる、シト、うん、よくのはと、かぼちゃ、かぼちゃ、これがイカかな、すごい、何でも入っとるね、すごいね、もりもり、はい、いただきます。うまっ、タレが甘すぎず、うん、サクサクでは、揚げ具合最高じゃね、米まで届かんもん。あ、なんか甘い匂いがすごい食欲そそられるね、うん、やっぱり天丼でね、うまい、揚げたてで、ご飯もタレが染みて、うん、これはみんな、結構みんな頼むみたいなんで、人気の理由が分かりますね、うん、お腹いっぱいになる、うん、うまっ、うん、おいしい。はーい、てんやわんやさん、ごちそうさまでした。いや、めっちゃお腹いっぱい、めっちゃお腹いっぱい、すごいボリュームがあったね、うん、もうね、とにかく一つ一つのネタが大きい大きかったね、うん、大きくてね、あのお魚なんかはとっても新鮮でね、プリッとしていてめちゃくちゃ絶品でした。で、揚げ加減もね、ちょうどよくって、衣も熱すぎずっていう感じだったので、サクッと軽くいただくことができました。
ご夫婦がとっても親切でね、もう皆さんに愛されているお店なんだなと思いました。ただね、人気店なのでお昼も早めかちょっと外されてのご来店がおすすめです。ぜひ皆さんも天ぷらが食べたい日はてんやわんやさんに行ってみてください。ありがとうございました。